ご注意ください。本動画に出てくるヌートリアは特定外来生物法と鳥獣保護法に守られている動物になります。特定外来生物法と鳥獣保護法の知識がない方は絶対に真似しないでください。違反になって捕まる可能性がありますのでご注意ください。また、本動画で使っている魚取り網は、県にしっかり確認して重量具という形で回答をいただいております。他府県で同じように使えるかどうかはわかりませんのでご注意ください。こんにちは、マッシュです。ご視聴ありがとうございます。本日もやってまいりました。琵琶湖がさらさ探検機。雪めっちゃ降ってるね。ここね、前ヌートリア撮った川なんですよね。あれから1ヶ月経ちましたんでね、定点調査的な意味合いも含めてね、ヌートリアいるのかどうかっていうのを確認していきたいと思います。今日はね、ヌートリア観察するための秘密兵器を持ってきてます。後ほど紹介しますんで、ぜひ最後まで見ていただければと思います。では早速、やっていきましょう。やっていきましょう。寒いね。いますわ、この子は。寒い中よ、魚がいない分亀がいるのが目立ちますね。亀です。クサガメ外来種。寒すぎて縮こまってるけどね。もう一匹発見。よいしょ。クサガメが今日は多いですね。はい、クサガメ2匹目ゲット。この少し深くなってるところいっぱいいますね。おい、でっけえのがおるでしょ。でっかいの。本日1匹目。うい、ミシシッピアカミミガメですね。あー、いる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 。よいしょ。こんにちは。え、ちょっと待って、取れてない。え、嘘嘘、待って待って。石亀ちゃん、石亀いた、石亀。入ってねー、入ってねーけど石亀いた。よっしゃ、石亀いた。小さいの。おお、それ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 。え、あれ、君じゃねえわ。君じゃねえぞ。いや、君じゃなかった。君じゃない、君じゃない、君じゃない。一緒に草亀いるんだけど。え、これ草亀、これ運休じゃね。え、なんか運休っぽいぞこれ。あ、運休だこれ。うわ、え、マジで運休って言うんですけど、石亀と草亀の交雑種ですね。日本固有の石亀の遺伝子がですね、こうやって少しずつ薄まって薄まってですね、別種ができてしまうんですよね。これ遺伝子汚染問題って言うんですけれども、石亀もう一匹ね、いた隣からね、こいつ出てきたからね、ちょっとカップル成立しちゃってたかもしれないんだけど、こうやって減っていくんですよね、在来種が。お前は絶対に逃がさん。入ったか、入った、入った。絶対に逃がさねえぞお前は。お前だ、牛ガエル。相変わらず冬の牛ガエル、お腹が何も入ってないわ。プニップニ。お、あったあった、これですよこれ。はい、ここヌートリアの巣穴ですね。前回もね、発見しましたけれども、ここ今日の秘密兵器登場ですね。こちら、ででん。これ GoPro にね、小型ライトをつけてるんですけども、これでね、ヌートリアのね、穴の中覗いてみましょう。気になりますよね。この棒なんですけども、これね、3メートル伸びるんですよ。一般的にヌートリアの巣穴、まあ、5、6メートル掘るって言われてるんだけども、まあこれでかなりね、奥の方までつけるんじゃないかと思います。こんな感じで、ワクワクするね。と思ったけどさ、これライトつけて分かったけど、全然奥ねえやん。全然奥ないやん、これ。5、60センチぐらいしか掘られてねえわ。こんなところに住んでんの？これ休憩場所みたいな感じかな。ここに住んでるわけないよね。狭すぎる。よし。2個目ですね。前回はね、ここの穴からね、ヌートリア捕獲することに成功しましたけど、今回はどうでしょうか。あー、でもあれやね、奥そんなに深いわけじゃないね。だから僕がここで穴でガツガツやってたけど、奥に逃げようとしなかったんだろうね。深すぎないから、結局もう外に出る以外の選択肢がなかったんだね、あの時のヌートリアは。はい、そしてここ新しいところですね。前は見つけれなかったんですけど、今たまたま発見しました。結構これどうだ、これ結構深いんじゃない。今まで一番深いかもしれないな、ここ。上に通じてる。だいぶ奥まで深いから、ちょっと行けるところまでだけど、頑張って行ってみよう。まだ途中続きあんね、これ。いや、今までの場所は全然あれだったけど、ここ本家、本家、本家、本家ヌートリア住んでるよ、ここ。いや、すごいな。今僕ここ持ってましたからね、ここ。ここ持ってて、ここ持ってて、穴そこまで行ってるからね。え、やばくない？いや、本当にこれ5、6メートルぐらい掘るんだわ。土手のさ、ここの巣穴の中にさ、あんな、ここ3メートルも穴があると思えないよね。だからこそ、こう、土砂災害のね、引き起こしたりですとか、そういった懸念点もヌートリアにはあるわけなんですよね。勉強になりますね。え、いるじゃん、ヌートリア。え、普通にいるやん。
この間と同じ場所、完全に。あ、普通に狩猟できるやん。あ、陸行ける、陸行ける、アホやん。いやびっくりした、めちゃくちゃびっくりした。普通におるやん、陸行ける。いや待って、普通におるやん。はいか、バカか、逃がすか。今年初、いやごめん、全然俺今日取るつもりしてなかったわ。ヌートリア、ヌートリアゲット。1月20日15時13分ですね。ヌートリア捕獲完了でございます。はい、クエストクリア。クエストっていうかもうこれ完全緊急クエストだけどね。今日ヌートリアの巣穴調査に来たはずなんだけどな。いやどうしよう、全く何も予定してなかったけど、まあとりあえず食うか。今回の成果ですね、発表していきましょう。クサガメがね16匹います。結構多かったですね、クサガメ。いつもだったらね、クサガメよりミシシッピの方が多いんですけれども、クサガメが16匹の、ミシシッピがなんと2匹しか取れなかったっていうね、珍しいですね。あとこれ珍しい、運休。ここの川では初めて取りましたね。まあ運休がいるっていうことは、逆に言えば石ガメもいるっていうことですからね。石ガメはしっかり保全していきたいですね。はい、そしてウシガエルが1匹で、ブラックバスが1匹で、ヌートリアですね。前回1ヶ月前に取ったやつよりもちょっと小さめですね。忘れた。で、あとゴミ袋ですね。ゴミ1袋分ですね。取ってきました。今回こちら全部お持ち帰りしていきます。でも業者かよって感じだね。ヌートリアとウシガエル、ブラックバスターですね。こちら全部特定外来生物になりますのでね。生きたままの運搬が禁止されていますので、こちらは閉めて持ち帰ります。はい、ということで戻ってまいりました。今回ゲットしたヌートリアをもうすでにさばき終わっております。お店で売られているようなお肉の状態にしましたので、まあそこまでグロくはないと思うんですけれども、ちょっと注意してみてください。それではお肉の方を見せていきます。はい、はい、こんな感じですね。もうヌートリアさばくのようになりました。前足ですね。そしてこれあばらのお肉、そして後ろ足という感じでね。後ろ足なんかもう見たらね、見た目も完全に鶏肉ですね。これは以前取ったヌートリアの頭蓋骨なんですけれどもね、これよりかは大きいですね。こんな前歯をしています。奥歯はですね、こんな感じ、アッパをすりつぶすような形状をしていますね。歯自体がね、なみなみ模様してるんですよね。面白いですね。人間とはまたちょっと違った歯をしています。今回取ってきたヌートリアですけれども、生態系への影響が非常にあります。一つは水草をたくさん食べるっていうところ、もう一つは二枚貝の捕食、農作物の被害、四つ目は土砂災害、あとは人獣共通感染症の媒介、そういったものが挙げられます。まあ、このヌートリアにですね、決して罪があるわけではありません。人間がですね、戦時中にですね、毛皮目的でね、持ってきたのが悪いんです。まあ、決してね、この子たちは連れてこられただけでね、悪くはないんですけれども、生態系へのね、影響が非常にありますのでね、こうやって駆除して、まあ、なるべく命を利用するという形でね、今回も美味しくいただきたいと思います。今回の料理ですけれども、おそらく世界中でも僕一人しかやっていないでしょう、このヌートリアを使ってですね、チーズタッカルビを作っていきたいと思います。前足、あばら、後ろ足、こちら半分を使っていきます。残り半分はですね、冷凍していきます。まずはこちらのお肉をですね、一口大に切っていきます。前回の動画でもね、結構質問あったんですけど、寄生虫大丈夫なんですかみたいなコメントがあったんですけど、まあこれ一番答えづらいんだよね。普通の食品でもさ、魚とかでもさ、たまに当たったりするじゃん。まあ別に大丈夫じゃないけどねとも言いづらいし、大丈夫だよっていうことも絶対言えないわけで、結構難しい質問なんですよね。まあただとりあえず一言言えるのは、僕は去年からもうこれで4回目ですけど、4匹食べてますけど、今のところ当たったことは一切ないです。経験上は大丈夫ですって感じですね。ただもちろんちゃんと加熱はしないといけないでしょう。前回は使わなかったですけどね、今回は油も使っていきますよ。アバラめちゃくちゃいいな、こう切りやす。重さ測ったら 700g ってことは、1匹で 1.4kg ぐらいは取れるっていうことですね。前回ね、コメントでもね、結構食べる場所多いんですねっていうコメントあったんですけど、いや意外とそうでもなくって、結構内臓が多いんですよ。あ、ちなみに胃袋の中調べたんですけど、胃袋の中はね、もう草がびっしり入ってました。寒い時期でもね、たくさん食べてるってことがよくわかりました。前回も言いましたけど、ヌートリアね、臭み一切ないんですよ。本当にこれね、最高の食材ですよ。T
ていうかこいつ忘れてたわ、牛ガエル。こいつもせっかくやし一緒に調理しようか。おい、すぐこんな感じ。あとはお肉になる部分だけ切っていきましょう。牛ガエルもさばき終わりました。牛ガエルの方がちょっと白っぽいですかね。はい、このお肉も一緒に食べていきましょう。こちらのお肉にみりんと砂糖を合わせたもので先に下味をつけておきます。もみもみもみ、ごめんなさい、動画撮り忘れてたわ。この中にコチュジャンとニンニク、生姜、唐辛子、醤油、それらを混ぜ合わせたものになります。こちら、これお肉多すぎじゃね。中身絶対足んなかったんでもう一回作りました。コチュジャン、ニンニク、生姜、唐辛子。はい、こんな感じですね。美味しそう、美味しそう。うん、はい、こちら野菜です。人参、キャベツ、玉ねぎ。いや待て、これちょっとホットプレート小さすぎるわ。こんなこのホットプレートにこれが入るわけがないわ。ちょっと待って、考える。思ったよりホットプレートが小さすぎたんで一旦もう普通にこっちで焼きます。チーズ乗せるときだけホットプレートを使いましょう。で野菜を入れていきます。今回はね、半分の分量でいこうかな。はい、そしてじゃあお肉もね半分入れていきましょうか。お肉投入。なんかもう普通に焼肉炒めみたいな感じだな。見た目の方はどうでしょうかね。美味しそうに見えてきましたかね。 OK、 盛り付けていきましょう。やっぱ韓国系の料理って匂いがいいですよね。食欲をそそられる。はい、とろけるチーズをババーっと大量に入れていこう。あー、チーズ溶け出してきた。うまそう。これは俺の動画の中でも過去にないほどの飯テロになってるな。さあ、ということでできました。早速完成体を見ていきましょう。こちら、はい、ヌートリアと牛ガエルのチーズタッカルビでございます。これ過去一うまそうだな、この料理。タッカルビってタッが鶏らしいんですよね。でカルビはあばら肉っていうことで鶏のバラ肉料理っていうことらしいんですけれども、ヌートリアもね、牛ガエルもどちらも鶏肉風味の味をしていますんでね、確実にこれはもう美味しいでしょう。早速いただきます。命に感謝。うー、チーズも絡めてヌートリアのお肉からいただきます。あはははうめえうめえ、やばい、口入れた瞬間酸欠でしもうたわ。これうめえうめえ、なんじゃこりゃ。味はね、やっぱり鶏肉なんですよ。本当にほぼ変わらない。やっぱこの韓国料理って味が濃いのが多いと思うんですよ。やっぱヌートリアのお肉ね、さっぱりしてるし油も全然少ないからめちゃくちゃ合うわ。これうますぎるわ。これ韓国料理合う合う、正解正解。これやった方がいいよマジで。誰もやったことないの、これ。もしかして俺が初めてこの世で味わったこの味。最高にうまいんだけど。左側のお肉はこれ牛ガエル、右がヌートリアですけども色が全然違いますね。牛ガエルいってみましょう。いただきます。柔らか牛ガエル柔らか溶けるわ。うん、うまい。うん、牛ガエルはねささみ寄りの鶏肉で、ヌートリアはどっちかともも肉寄りの鶏肉みたいな。食べ比べたの初めてだったけど、まあ俺ヌートリアの方が好きですね。これ普通の鶏肉でやるよりも絶対にいいです、ヌートリアの方が。なぜなら油分が少なくてさっぱりしてるから、この韓国料理の濃い味付けや油分とめちゃくちゃマッチングします。重くなくて食べやすさがもう数段階アップしてます。チーズタッカルビ鶏で食べるぐらいだったら絶対ヌートリアで食べた方がいい。これマジでうまい。はい、最後の一口ですね。うん、完食でございます。ごちそうさまでした。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。今回の料理チーズタッカルビはね、過去最高に美味しかったです。ぜひねヌートリア食べれる環境ある方やってみてください。マジで美味しかったです。こちら正面に見えますは今回取ってきたヌートリアの皮を舐めしたものになります。今回はですね、前回尻尾利用できなかったんですけど、今回はね一応ね尻尾の方もね皮舐めし全部やってみました。腐敗も特にせずこの状態をキープできそうです。今回でねこうやって並べてみると4匹目ですけれどもね、最終的にはね全身ヌートリアスーツみたいなこともやってみたいと思っています。前回とね今回取ったやつね同じ場所で取れたんでね、巣穴も近かったですし、
夫婦だったら嫌だなって思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、今回ねびっくりなんですけど、うちらねどっちもオスでした。いやメスいないんですよ。もしメスいたらねこれからまた増える可能性もあるんでね、今後とも調査の方は続けていこうと思います。今回はですね前回同様ですけれども、なるべく命を無駄にしないということで、全てを再利用するような形でさせていただいております。誰かがね駆除しないと水草の被害だとか貝の被害だとかがどんどん増えていくわけなんですよね。このヌートリアをですね放っておいたらですね、生物生態系の恩恵を受けれなくなってしまいます。生物生態系の恩恵を受けれないということは人類の滅亡ですからね。これは本当に誇張していっているわけではないですからね、本当に人類滅亡しますからね。もしねそういった詳しい内容を知りたいという方いらっしゃいましたら、動画の概要欄にですねそういったよくある外来種のよくある質問であったりだとか、なぜ外来種を駆除しないといけないのかとか、そういった動画も載せておりますので、よかったらぜひそちらからも見ていただければと思います。今回の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録高評価とですねぜひよろしくお願いします。おそらく世界で網でヌートリアを捕まえている動画は多分僕の動画だけだと思います。これからもねこういった動画上げていこうと思いますので、ぜひチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。